皆さんこんにちは、名倉博康です。今日も各地のセミナーで質問をいただいたことに対してちょっとお答えしていきたいと思います。今日はですね、シングルマザーの方に結構言われたんですけども、自分がね、結婚に一度失敗をしたというイメージを持って、失敗ではないんですけどね、本人にとっては失敗というイメージをどうしても持たれてしまう。そして、お子さんも、ね、一人で頑張って、育てられていると。でその時にやはり、ね、女性に戻ったわけですから、当然素敵な男性にときめいたりすることもあるわけですよね。だけどその時にこう自分のね、こう負い目を感じてしまうんですよと。もう子供もいるし、彼はやっぱりね、子持ちじゃない方がいいんじゃないだろうかとか。私みたいなおばさんよりももっと若い子の方がいいんじゃないかなとかね、こうそういう劣等感を持ってしまう方、コンプレックスを持ってしまう方がね、結構いらっしゃったんですね。でこれも全くそんなことはなくて、ペアですから、ね、ペアというのはこのマイナスプラス、ね、男と女というペアで、ぴったりひっついてるわけですね。でということははっきり言うとね、あなたを好きになる人は、あんまり若くない方がいいんですよ。そういうのが好きな人なんですよ、本当にね。あんまりこうちょっとキャピキャピしたんじゃないとか、やっぱりちょっと落ち着いてる方がいいとか、ね、例えば子供が好きとか、ね、そして、また、あなたを愛してくれる人であれば、ね、これ見分け方にもなります。あなたのことを愛してくれるんであれば、あなたの子供のことも当然愛してくれる人でないとあなたのパートナーではないです、ね、当たり前じゃないですか。あなたのことは好きやけど子供のことはね、僕は愛せないんだっていうような人はあなたの本当のパートナーじゃありません、ね、だからあなたがそういう人を好きになった時に、どういうふうに言われるかということで、自分を知っていくということもね、そのことによってあなたが今の自分を認めていないっていうことも知ることもできますし、また、その人は本当の人ではなかったっていうことを知ることもできるし、もしかしたらそれをしっかり受け取ったら、その方が子供も大好きになったよとかっていうね、変化が現れてくることもあります。それは実践してみた時にどうなっていくかっていうのはあなた次第なんですけども、あなたのプログラム次第なんですけども、もう何にも劣等感を持つ必要はね、本当にありません、ね。また今度ね、もう一パターンなんですけども、今期がちょっと遅れてるんです私と、ね、でもうこの年齢になると一回も結婚したことないって言われると、社会的にも何か私って問題あるんじゃないですかっていうふうにも見られてくるんですよってね、私何か問題があるんでしょうかっていうね、どこがダメなんでしょうかみたいなね、ことを聞いてこられる方がいらっしゃいますけども、僕からね、唯一ダメなところを申し上げるとしたら、その考え方、あなたが自分がダメだという考え方がダメです。それをやめてください、ね、あなたは何にもダメじゃないです、ね、どうしてあなたがその年齢まで独身だったか、これはミロスに来ているあなたならはっきりと分かると思うんですけども、この人しか愛せない、この人しかパートナーがいないという人があなたの中にいるから、その人以外と結婚することがなかっただけです、ね、だからあなたはそれで正常なんです。何も、人と比べて、世間と比べて、私って何か問題があるのかしらなんて、その考え方が問題なだけで、あなた自身に問題があるわけでは何もありません。だ、ね、あなたには必ずあなたのペアというもう一人のパートナー、あなたがいますから、その人と出会うまであなたは、今、ね、結婚していないだけです、ね、だから何の問題もありません。最初の、シングルマザーの方も、その 2人目のね、まだ独身の方も何の問題もないので、安心して、自分を知っていくということを、今日こうやって自分を知ったら安心できたんじゃないでしょうかね。自分を知るってこんなに、これでいいんだ、何も問題なかったってあなたが、今から再スタートを、本当の意味の再スタートを切れる日なので、しっかりとこれを歩んでいってください。どうもありがとうございました。